武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は早稲田大学文化構想学部の2017年の英語の勉強について話していきたいと思います。文化構想の英語ですが、傾向がですね、ちょっと、変わったところが出ています。まず、配点については75点で時間が90分、となっており、で大問が5つ、出ていますが、でその大問のうちの1つ、が英作文で1つが会話、残り3つが読解という形になっているんですが、今回大きく傾向が変わったのが、英作文ですね。こちらはもともと要約問題ということで、まあ一行要約という形だったんですけれども、今回ワードが指定されて、4から10ワードでそれに続く形で書きなさいという形でした、内容だったんですが、長く書かなくてよくなった分、その話の流れというか与えられた、ワードに応じた回答をしなきゃいけないというところで、そこの、ちゃんと語彙などを使まとめてちゃんとワード数に収めるっていうところですね。こちらが要求される形となっていました。練習内容としてはこれまでの、学習と大きく変わるものではないとは思いますが、本文中の内容をよりちゃんと、理解して、手短にまとめるという練習をしておく必要があるということですね。で、読解と会話についてですが、こちら、一個一個の文章が長いものというのは、さほど出ていません。長いものが出る場合でも1000ワードを超えることは基本ないので、だいたい500から700ワード程度で、長い時は800ワード前後出る程度の長さですね。なので基本的には早慶レベルの長文がしっかり読めていれば十分対応できる難易度であるとは思います。で、会話に関しても長文形式なので、長文の会話なのでしっかり会話トレーニングなどで英会話問題トレーニングなどですね、使って、会話、対策もしっかりやっておく必要が、あるかとは思います。で長文の、難易度に関してですが、大問ごとに聞いてくることは割と、はっきり毎年同じような傾向になっておりますので、過去問のやり込みが必須になると思います。ただ前提としてやはり早慶レベルの長文が読める状態に仕上げた上で、こちらの形式に合わせた練習、プラス、早慶レベルの、早稲田の過去問ですね、こちらを他学部も含めて、特に文学部などですね、しっかり練習積んでおくといいかとは思います。で文の長文の数が多い分ですね、いろんなテーマの文章でいるので、リンガメタリカだったり、もしくは現代文キーワード読解などの現代文の本なりで知識を増やしておくと読みやすくなるかとは思います。以上が英語の勉強となります。